マンチニールは東大グサカに属する皮脂植物。北アメリカ南部から南アメリカ北部を原産とする。マンチニールという名前と学名のマンセンラは共にスペイン語のマンセニアに由来する。これはマンチニールの葉と果実がリンゴとよく似ていることによる。実際のところ、今日ではマンチニールのスペイン語での名前はマンセニアデラムエルテとなっている。 マンチニールは世界中の植物の中でも最も危険なものの一つであるとされる。この他にもマンチニールはビーチアップルとしても知られている。マンチニールはカリブ地方、フロリダ州、バハマ、メキシコ、中央、アメリカ、そして南アメリカ北部を原産とする。マンチニールの木は沿岸の砂浜や翡翠の沼地に存在するマングローブの林の中に 生育する。マンチニールは貴重な天然の防風林であり、その根は砂を安定させ、砂浜の侵食を防ぐ役割を果たしている。常緑樹のマンチニールは、高さ15メートルまで成長する。樹皮は赤灰色がかった色をしており、小さな黄緑がかった花をつけ、みずみずしい緑色の葉をつける。葉はシンプルな形で、円はとても細かい巨子状となっており、 長さ50センチメートルである。緑がかった小さな花の水上果樹には果実がなる。この果実はリンゴによく似た形をしており、熟すると緑から黄緑がかった色になる。ただし、この果実は猛毒であり食することは不可能である。マンチニールの果実とハマンチニールはその全体に猛毒を含む。この毒成分については完全にはわかっていない。 その白濁した樹液には、アレルギー性皮膚炎の原因となる、ホルボールや、その他の肌刺激物質が含まれている。高宇宙にマンチニールの下にいると、滴ってきた雨水が、皮膚に触れただけで猛烈な痛みに襲われる。これは、雨水の中に樹液の成分が溶け出し、それが皮膚を刺激するためである。加えて、この樹液は、自動車の塗装にダメージを与えることも知られている。また、 焼却した際の煙が目に入ってしまうと目を傷つけてしまうとされる。乳白色の樹液が触れることで水泡を伴う皮膚炎や深刻な核結膜炎、場合によっては広範囲の角膜上皮欠損を引き起こす。マンチニールの果実は、食すると致命的な毒性を発揮する。しかしながら近年に入ってから、 マンチニールの果実を摂取することによる死亡事故は報告されていないし、摂取することで出血、ショック、バクテリアによる重複感染を伴う胃腸炎を引き起こし、そして不腫によって軌道を圧迫する。歴史上、摂取したり、口印糖炎症か胃腸炎を起こした患者は病院へ入院するべきであったと推察される。ケアによって症状を和らげることができる。とされる。 マンチニールの実を摂取すると、最初は心地よい甘さを感じると言われるが、その後、故障のような違和感を覚え、次第に喉の灼熱感、引き裂かれるような痛み、締め付け感へと進行する。そして症状は、激痛と巨大な咽頭の腫れ物によって、ほとんど固形物を飲み込むことができなくなるまで、悪化の一途をたどる。マンチニールの木。 幹に危険性を示すための赤い帯が書かれている。このため、マンチニールが自生する地域の一部では、他の危険樹木については赤い因が幹になされ危険性を示しているが、多くのマンチニールには個別の危険表示がなされている。フランス領アンティルにおいては、マンチニールの木は、しばしば地上数フィートの位置に赤い線が描かれている。しかしながら、ボネール島においては、 マンチニールの警告表示はなされていない。マンチニールは、多くの鳥類及び動物に対して毒性があるが、例えば、ガラボウと呼ばれる、イグアナの一種は、マンチニールの実を食べることが知られており、加えて、マンチニールの枝で生活する。マンチニールの木には、12でオキシマイナス5、ヒドロキシホルボールマイナス6ガンママイナス7、アルファオキサイド、ヒッポマニン、マンシネリン、 サポゲニンと、フロールアセトフェノンマイナス2、4、ジメチルエーテルが歯に含まれている。その一方で果実にはフィゾスチグミンが含まれている。カリブの先住民は、矢先にマンチニールの樹液を塗り、毒矢として使用していた。また、捕虜をマンチニールの幹に縛り付け、徐々にしかし確実に激痛を伴いながら、死へと至らしめた。クズーコンの湿布は、 アラワク族とタイの族の間では、マンチニールの毒屋に対する下毒剤として用いられていた。カリブの先住民は、歯と共に水に溶かした毒を敵に盛ることで知られていた。スペインの探検家、フアンポンセデレオンは、フロリダ半島におけるカルーサ族との戦闘の際に、マンチニールの樹液が塗られた毒屋を受け、その後死亡した。マンチニールは、 発見されてから短期間のうちに有害植物として、カッコタルチーを確立した。ジャコモ・マイア・ベアが1865年に発表したオペラ、アフリカの女のヒロインは、マンチニールの木の下で、木の蒸気を吸引することで自殺を遂げている。1956年の映画、エヴァグレーズを渡る風では、バール・アイブス演じる、カットマウスと名付けられた悪名高い密漁者が、 マンチニールの幹に被害者を縛り付けている。マンチニールには危険な毒性があるにもかかわらず、カリブ海地域の大工の間では何、世紀にもわたって建材として使用されている。建材として利用するためには、切り倒した後、樹液が完全に乾ききるまで太陽光によって乾燥させる必要がある。また、樹皮からゴムを作ることが可能であり、伝えられるところによれば、 不死の治療を行うことができるという。また乾燥させた果実は利尿薬として利用されている。アメリカ合衆国フロリダ州においてはマンチニールは絶滅危惧種としてリストアップされている。ニコラス・クレスウェルは1774年9月16日金曜日の日記において以下のように書いている。マンチニールアップルは大きく育ったとしても小さいが匂いがあって、 イギリスのリンゴのような外見で、通常は海辺に生育している。それらは猛毒である。僕は一つのリンゴで、二十人を殺すには十分であると、聞いた。その毒は、木から垂れるたった一滴の雨粒、雫であっても、皮膚についてしまえば、すぐに水泡を生じさせるほど極めて有害な、自然性生成物である。聞くところによれば、果実も木も有用性がないとのことだ。 ザバッカニアーズ・オブ・アメリカの著者、アレクサンドル・エスケメランは、この本の中で、イスパニョーラ島に滞在した、サイの、マンカニラ、または、小さなリンゴの木と呼ばれる木についての体験を書いている。カヤブユに大いに苦しめられていたある日、まだこの木の性質についてよくわからなかったが、内輪代わりに使おうと、私はその木の枝を切った。でも、次の日には、 私の顔は腫れ上がって、水泡に覆われてしまった。それはまるで、三日間もの豆が見えなくなってしまうほどの、火けどのようなものであった。ギュスターブ・フローベールの1857年の作品、ボバリー夫人の登場人物、ロドルフ・ブーランジェは、エマ・ボバリーへの手紙の中で、致命的なマンチニールの木の有毒な影と、言及している。ラファエル・サバチには、小説、キャプテン、 ブラッドシリーズにおいて、マンチニールの果実から絞ったジュースによる中毒について述べている。マンザニラ。そして彼は向きを変え、そしてひどく恐ろしく、血が凝結するほどの不敬な言葉を叫び始めた。そして彼は、ジャックとその残った中身を言うかで死に耐えている男に投げつけた。ジョン・スタインベックの中編小説、真珠では、登場人物の機能が配偶者であるジュアナに、 もしその木に触れてしまったら、失明してしまうからその手を目に置いてはならないと、警告している。クライブカススラーの1988年刊行の小説、古代ローマ戦の功績をたどれでは、国際連合事務総長のハラカミルを乗せ、ニューヨークへと向かう、特別機で、機内食でマンチニールが、毒として、乗客乗員に提供された。これは、2種類の攻撃のうち1つであった。 ケイト・ブライアンの2010年刊行の小説、サスピンションにおいて、マンチニールは、自己防衛における主役、そして同様に、殺人未遂の犯人として扱われている。ジェフ・リンジーの小説、デクスターシリーズの第6作、ダブル・デクスターにおいて、コーディとデクスターは、カブスカウトのキャンプで、エバーグレイズへ向かう。 そこで、カブスカウトのリーダーが、マンチニールの木の危険性について詳しく解説している。マンチニールの毒については、R.R. クヌードソン作の1974年の小説、ユー・アー・ザ・レインで研究されている。この作品は、二人の十代の少女が、フロリダ州、エバー・グレーズで道に迷い、ハリケーン・アレタに襲来される話である。 彼女たちが少女グループからはぐれてしまう前、彼女たちは夕暮れ時にブロード川のほとりでキャンプをし、写真を撮っていた。彼女たちのリーダー、コネッキーは勢力の強い雨雲が空を追ってきたことから、マンチニールの下でポーズをとっているメンバーの少女を守るために、その少女を川へと突き落としている。その少女が川から上がってくると、コネッキーは、 雨の降る中満地にいるの木の下にいれば、顔は激痛に襲われた上に、海洋性の水泡に覆われてしまうこと、そして、果実、葉、樹液など木全体に水溶性の毒が含まれており、彼女が、毎一発で水泡の脅威から逃れることができたと、釈明している。このため、その少女は、水泡から、毎一発で守られた顔の写真について、冗談を言っていた。 グラント・アレンの1887年発表のザ・ベッカニング・ハンドの話の中でマンチニールはタバコに仕込むための毒として使われている。カートゥーンシリーズのトータルドラマ第5シーズンの後半で登場人物のサメイは彼女の姉妹であるエミーを殺害するためにマンチニールの果実を使っている。彼女はその果実に触れてしまい、水泡に苦しめられながらもそれを達成する。 マンチニールの木とその緑色の葉は、キャサリン・エーム・バレンテのファンタジー小説、ザリリーザ・ホーンの物語において、重要なモチーフとなっている。熟練した毒殺者である語り手は、マンチニールを含む、果樹園にあるすべての植物が有毒植物という、フロリレジウムと呼ばれる研究所で、毒殺者としての技能を身につけた。彼女の最愛の人は、 その研究所で、キッコー毒の研究を行っていた。二人は、雨の降りしきる中、エメラルド色の粉末で皮膚を保護して、身を守りながら、マンチニールの下であったのが最後となった。ギネス世界記録において、マンチニールは、世界で最も危険な木として記録されている。ありがとうございます。